オーダーダブルシックスを発動するということで、今ね、夜の2時30分なんですけど、僕ツイッターやってるんですよ。で、フォローしてるじゃないですか。タイムライン見ると、なんかムカつくんですよ。俺のなんか、やっぱその、まあ、その人たち何も悪くないけど、なんかムカつく人たち、フォローされてる人も含め、フォロー外していきます。すいません。本当に許して。この顔に免じないで。まあ、単純にもういいかなって人はどんどん消して捨てていこう。え、なんで俺ワンさんフォローしてんだ？ワンって人なんで俺フォローしてんだ？フォロー返そう。フォロー、いいや。まあいいかな。もういいや。あれ、最近いいかなって思って、いろんな人ね。誰だこいつ。悲鳴上げてるわ。なんか悲鳴上げてる。ソルバイもいいや。カタオプスだな。いいかな。ビル。ハモれるはいいや。おい、ふざけんな。ハモれる押しちゃったじゃん。ちょっと今ね、オーダーダブルシックス発動ということでね。花尾さんはちょっと。イライラして、なんで俺ゲームアーカーフォローしてんだよ。はるかって誰だろう。だからこの人誰だ、なんで俺フォローしてんだ。ちょっと前からフォローしてるよな。なんでだろうな。まあいっか、理由が分かったらちょっとまたフォローしよう。ラムさんもいいかな、飽きたから。ちょっと俺はもうオーダーダブルシックスなんでしょうがないっすよ。かゆっ。ああ、大丈夫。又吉さんもちょっとごめん。もう切るわ。オーダーダブルシックスだから。ね、ツイッターの断捨離ね。柴田さんはもういいや。柴田さんはいいや。ああ、有名ななんか、ああ、マータスさんフォロバっていう、あ、もうコナンさんもいいや。高倉向さんもギリギリセーフ。酔いサバはいいや。ASMR 系の人は外すことはないかな。サークンさん、ありがとう。センさん、ひろゆきさんもいいや。もう見ない人は、俺は、あと芸能人なんかフォローしたくないんですよ。誰だこいつ。いいや、なんかこの人フォロー外そう。あ、カラメルさんギリギリだな。笑顔激しめ。もうどうしてもいいや。井之丞さんどうしようかな。まあ、どうせそんなツイートしないからいいか。あ、シットさんいいや。堀江陸さんもいい。ね、もう羽島清志郎のオーダーダブルシックスということで、黙々と俺がフォローしてる人の粛清を行うと。 まあ単純に僕の偏見です。なんかこの人気に食わないっていうね、っていう理由でフォローを外すっていうクソ野郎ですね。で、なんかまたフォローしたくなったらフォローする、それだけです。まあ、東海オンエアはね、外す理由はないんで、まあ、サンをつけなきゃいけないのかもしれない。デッパさんはね、まあ、参考位置はまあまあ、問答無用でフォロー外しますけど。まあ、ヤッピさん、まあ、理由はないですよ、特に。まあ、なんか最近、レペゼン地球なんか、まあ、好きじゃん。ああ、藤原マリナさんもいいかな。どうしよう。谷くんさんのフォロー外そう。なんか、なんとなく。なんとなくね。大西さんもいいや。
あ、奥さんはダメだ。あ、二階堂さんはいいや。あ、どうしよう、コナンさんだな。あ、面白クラブはね、探すのめんどくさいから。面白クラブっていうのは、あれですよ。夕闇にいざないし、漆黒のエンジェルたちの進化前ですね。クジラ船。誰だ、この人。クラシさんか。リカリコさんたちって怖くないですか、なんか顔。なんかジョイナーズさん動画、なんか同じのやるから嫌だ。あ、しんちゃんさんいいかな。ごめん。あんま動画面白くなかったし、あ、ウクンさんどうしようかな。まあ外しますけど。ステップさんもいいんで、ちょっともう粛清なんだこれね。ごめん、あ、アズさんは普通に。普通にってどういうことって。 マックス村井さんもいいかな。テラミナットさんもいいや。 もう社畜お兄さんはちょっと粛清だな。もうちょっと 意味わかんないよな。 M 君さんとちょっともうここも粛清だな。あ、赤トマトさんもいいや。もうちょっともうこれを機にね、クンさんもいいや。おたやもいいや。みゆさんもいいや。ああ、俺のフォロワーされてる人のみんな外してって。こ電眼サーバーか。フォロータイム終了って言ってんのに。あ、でも電眼さん面白いからいいや。基本的にね。あ、ヨシリンさんはギリギリ。東海オンエアまあね、無理ですわ。あ、もうレイターズなんて全部ダメだ。金棒ももう飽きたし。あ、京一郎さんどうしようかな。まあ、まだ望みをと。まあ、和也さんも。でも寂しくなるんですよね。フォローしてる人が少ないと。ひどい。どうしよう。マスオ TV もいいや。普通に呼び捨てするっていうね。粛清マンなんで僕は粛清します。はじめしゃちょーも、まあ、ギリセーフかな。ああいいや。スカイピースはいいや。先輩だろうが関係ないんでね。オーダーダブシックスは。時期屋さん、なんか俺時期屋さん嫌いなんですよ。単純に偏見です。なんか嫌い。なんか嫌い。なんとなく嫌いです。普通そこでバンキッシュはいいかな。もう大粛清やなこれ。やばいよ。ナオキロさん、大地さんもいいや。天中さんはいいや。マキオさんもごめんなさい。粛清です。俺、粛清ですって言って。何も悪いことしてないですからね。単純に僕の、なんか、ストレス解放ですね。俺、アバンティーズ外したっけな。もう外してないのいいや。あ、トラクルはダメだ。大江の高之さんダメだね。ミッキーさんももういいや。ピコタンさんはギリギリ。あ、黒塗りの高級車に追突してしまうボットもいいや。匠チャンネルの匠はいいや。高田健士伝説もいいや。星屑も。あ、星屑さんギリギリセーフか。高田健士伝説も一応フォロー開始。あ、バーチャル YouTuber 動くさんは普通に。あ、もう外す人いなくなってきたな。あ、もちろんアートヨボットさんはいいや。よし、粛清完了と。
フォロー400、フォローしてる人が400人いたのが150人になりました。3分の1ですねって。はい、ということでね、皆さんはね、Twitter のタイムラインは寂しくなりますけど、やってるか、俺これくらいの位置でずっといたんだ。ということでね、虫歯に炭酸を染みるということで、体の至るところがすごい汚い。汚い T シャツだ、なんか。ね、世界一おいしいうんこをなんか垂らしたみたいな感じのシミになってますが、次回の動画で会いましょう。ということでね、オーダー W6 でした。